七不思議の裏不思議七裏。どうも吉田桃々です。赤見信です。よろしくお願いします。お願いします。始まりましたね。最近どうですか。あ、いやすごいですね。もういきなりこうピシャって行って詰めてきましたね。ね、取り合いから始まりますけども、最近どうですか。最近どうでしょうね。面白いこともありますよね。聞き返してた。でほらこの前もね、やっぱ雨が降る季節になるとのぶさんがやっぱ子供の送り迎えが大変だって言ってたじゃないですか。あ、そうですよ。子供ってなんですかね、やっぱ雨になるとテンションが上がっちゃうんですかね。普段、うん、普段身にまとえないものを身にまとえたりとか。あ、そういうことか、うん、レインコート。ワクワクするんですよ。傘を差す行為ですらワクワクするんですよ。傘を差すのにワクワクするんだね、やっぱね、うん、ちっちゃい子はね。俺らなんて今はもう憂鬱でしかないじゃないですか。憂鬱でしかないですよ、傘を差す行為なんて、だから多分あのノブの、お子さんからしたら、なんかドレスを着て、なんかこう街に繰り出すような気分なんでしょ。そう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 、気分的にはそうです。楽しいよと。私を見て、この傘を差してレインコートを身にまとってる私を見るのよってね、言っとるわけですよ。俺もすれ違ったらちゃんと見ると思うけど。そうですか、今ちゃんと見てあげますよ。僕は基本的に、僕はだってあの子供大好き子ですから。実際自分に子供ができても可愛がれる自信がありますか、あなたは。いや黙って思ったな。まあ1日45分ぐらいなら。うわー怖いですよ僕ね。 でもね、はい、あの高校を卒業した後に東京アナウンス学院という専門学校に、はい、行ったというのが通説になってるんです。通説になってますね。僕実はですね、専門学校他に1個受験してるんですよ。おう、アナウンス学院の前に。あ、そうなんですね。それが保育の専門学校なんですよ。へえ。僕はね、お母さんが幼稚園教諭なので母の後を追いたくて、幼稚園と、ね、保育士の免許が取れる専門学校を受験してるんですよ。あ、そうなんや。はい。でまさかの専門学校で落ちるという。やばい人っていうのが分かったんでしょうね。面接あったんですよ。面接で園長先生みたいのが、なんかこの絵を描いてくださいみたいなのあったんですよ、はいはい、なんか園児が喜びそうな絵を描いてくださいみたいなのあって描いてね、はいはいはい、別に俺としては普通の絵を描いたつもりだって。であとなんか質疑応答みたいなのあったんですけど、はいはい、まあ、終わった後は、はい、まあ、結果が来て、はい、あのなかったことでっていうことで。いや、やばかったんじゃないですか。その絵がやばかった。サイコパスだったサイコパスな答えだったんじゃないですか。サイコパステストだったのかな。この絵の描き方は異常者だから、異常者だ、ダメダメダメっつって、幼女をなんか性的な目で見た。違う、俺本当にね、だからそこでもし本当に幼稚園教諭になってたら、うん、僕は穴学に行ってない、穴学に行ってない頃芸人になってない、うん、芸人になってない頃ノブと会ってないから直しがなかったんですよ。なるほど。そう、まあすごいね。もう本当皆さん今泣いてますけど、二人とも泣いてましたね。泣いてました、ね、泣いてたじゃないですか。そういうことになるわけです。だからそういうのを考えるとね、なんか一個一個の積み重ねで七不思議っていうのは実はすごく奇跡のコンビなんじゃないかと思うわけですよ。あ、まあ、ちょっとのズレでね。そうですよ、違いますから ね、 ね、あ、ま、いやこのいちいちの間ね、いちいち生まれるこの間が気持ち悪いな。そう、なんかそんなようなことをね、はいはいはい、ちょっと思ったりしたわけですけど。わかります、わかります、だそれこそ僕がね、はい、その何ですか、僕入れてくださいよジェットカンフルにみたいなね、話、あ、僕の前のコンビで、ね、はいはい、トリオに最初なるっていう話、ね、それもあれですからね、僕その前になんかコンビ組むみたいな話がちらほらありましたからね。そう、俺はだってそれを組むと思ってたもん。何個か、うん、候補があって、でで一人でもなんかね仕事しだしてたんで、そうだって、ね、どっかで軌道を乗ってうまい具合にいってればそれでねいいやと思って、司会をやりつつで階段もやりつつっていう形だったら、まあ、大赤見信彦っていう単品での太田プロの売り出し方は全然ありえたんでね、だからまあ、いや何やねんこれ。意図的に開けようとしちゃったけど俺も。そうですね、そうね、まあまあそんな感じでしょう。でやっぱりいろんなね運命とか積み重なっていって、うん、はいはい、こういう言葉って日常でなかなか使わないじゃないですか、うん、恥ずかしいような言葉とか、はい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 、運命とか出会い、うん、デスティニーめいたこと、デスティニーは使わないですね。そういうのが含まれてるのが歌の歌詞なんですよ。あら、もう強引にハンドル切りましたね。いいと思いますよ。またやっちゃいます。
いやどこについてるんですよ。見せたいわ今の今のハンドルの高さとこのでしょ多分こう高いねって位置が俺免許がないんでね本当分かんないですよ。いやいやどこでやってるのなくても分かるでしょ位置。あでも家に車がないから俺接してなかったの。タクシーは？え？タクシー。タクシー乗りますけど、まあそう。え、でもこうやってるよみんな。絵を見せたい、みんなに絵を見せたい。まあまあまあ、そうですね。そんな感じで、今日はですね、以前にまあやりました歌詞イントロクイズをまたやろうっていうことなんですけど、はい、今までね、90年代で、そうですよ。まあ、CD が一番売れてた時代ね。自分たちの得意なホームグラウンドでやってきた。はい、で、いや2000年だと分かんないんで僕ら90年にしてくださいって言ってたんです。言ってましたよ。じゃあ、うん、聞いてる人でも若い人はたくさんいるわけですから、うん、もうちょっと若い世代のものをちょっとやってみようじゃないかと。はいはいはい、でもそういう名目でやるんやったら多分2010年代にしないといけないんですよ。そう、これはね、あの持ってき方を完全に間違えた。あ、見せたい見せたい。また運転してる車運転してる。こうやっていいんだよね。いや、それなんやねん、掴んでんのそれ。なんか石持ってる。違うわ、これはゲーセンとかにあるレバーみたいなやつだ。なんかこうね、一足二足のね、ギアでしょ。そうそうそう。靴下一足二足のやつ。いや、もう昔のコンビね、もうホリプロコムの ね、靴下一足二足ね、一人目からかけたね。いや、すごい詳しく言ってくれる。ちょっとAPEX のマネージャーやってるね。あ、そうなんだ。多分何の話だこれ。そんな話を。いや、2000年代でちょっとやってみたら、はい、どうなるのかな、答えられるのかっていう。そうそう、そういう検証。90年代は、うん、ほぼ我々2人がやれば無敵だったじゃないですか。無敵、全部答えられてた、ほぼ。だからこれで2000年代やってみようやってみようじゃないかと、はい、いや全部オウム返すな。オウムで返すな、全部返すよ。はい、行きましょう、2000年代、はい、そうですよ、よろしくお願いします。今日もお手伝いしてくれるのはエディ木村君です。エディ木村です、よろしくお願いします。お願いします。では2000年代は、はい、トップ10から10位から参りましょう。あ、これはね、やっぱりね、なるほど、2000年代トップ10、はい、聞き覚えあるだろう、さすがに。あると思いますね。ではですね、10位から読ませていただきたいと思います。はい、まずは多分簡単なところからいきます。マリア、まあ、ああもうこれ出ちゃっちゃったもん、ね、これいっちゃった。これせーのでいきましょう。ええ、これはもうだってね、マリアですから曲が。はい、アーティストは、はい、せーの、浜崎あゆみ。曲名はマリアです。これ M っていう曲名なんですけど。あ、騙された。ダメなのそれ。ダメなのそれ。あ、そうか、 M だけど。そうだ、 M や。これはもうおじさんが2人して恥ずかしい目になってるぞこれ。じゃあ脳幹で。脳幹だ。10位は脳幹。いや、マリアは T ボラン。 T ボランなんだ。泣かないで僕のマリアかなんだけど。あ、そうか、 M だわ。そうだ、言われてみればそうだわ。では続きまして、はい、9位9位いきます。でもこの知名度だったら多分分かりそうだな。うん、頭からいきます。はい、今年も一つ季節が巡って、思い出はまた遠くなった、うん、曖昧だった夢と現実の境界線。あ、分かった、俺分かった。はい、ももさん、あゆですね。花咲みだこれ。探さないです。CD ラックを探してる。分かった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 。どうぞどうぞ。今日がとても楽しくて、あの日を泣いていた。曲名にタイトルないです。なんだっけこれ。探さないでください。うわ、なんだっけ、これなんて、これ曲名ありましたっけこれ。曲名はありますよ。あるやろ。え、これなんだっけ。明日もきっと。今日がとても楽しくての曲ですよ。まあ正確に言うと、今日がとても楽しいと。楽しいと。明日もきっと楽しくて。そう。そんな日々が続いてくる。でもこれタイトル言えって言われたら俺も出えへんな。やっぱ2000年代から弱くなる。途端に弱くなるな、うん、これやばい。タイトルなんすか。タイトル答え言います、はい、これはシーズンズ。あ、シーズンだ。
そうだ、俺バクンズや、持ってたじゃんこれ、この曲シーズンズやん。もうね、ノブさん、これもうマキシシングルの時代ですから。そう、でかいね、はい、シングルがね。いやー、これシーズンズは出るって。ちょっと、なるほど、ちょっとここからこうなるんですね、では8位、はい、いきたいと思います。頭から読みます、はい、近づきたいよ君の理想に、あ、おとなしくなれない。あ、ここからちょっと重要なのがあるので、俺もう分かってるんですよ、はい、分かってるんですか、はいはい、あー分かった、はいはい、分かった、宇多田ヒカル、はい、Can't keep a secret ですよ。そう、正解、はい、あー、これは俺も分かったけど、はいはい、なるほどな、ノブさん1ポイント、はい、宇多田さんはね、宇多田さんはね、めちゃくちゃ可愛いですかね、可愛い、分かる、いいですか、全然俺いける、大丈夫、なんで上から言うた、宇多田ヒカルに全然俺いける全然俺いける、大丈夫、俺はいつでも大丈夫、最近ニュースになりましたね、なんかノンバイナリー、あ、そうですね、ありましたね。では第7位から出題いたします。ちょっと英語が読めないので途中からいきます、まあ、そう、英語は難しいのありますからね、はい、君はいつも僕の薬箱さん、はい、ああもう分かっちゃった、これ分かっちゃったね、はい、これはスマップライオンハート、ああ、はい、はい、これはそうですね、これは分かりますよ、桃さん正解、それはね、はい、もう特徴的ですから全然大丈夫。ではですね、第6位、うん、はい、こっから若いっすよ、なんかちょっとこっから若い、はい、まあ頭からいきます。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる、冷静になれよ、ちょっと重要な言葉がありまして、はい、続きますね。情けないぜ、助けてくれ、レイの奴らに追われてるんだ、もうダメかもしれない、ミ・アミーゴ、あー、それはわかるわ、タイトルはどうぞ、誰ですか、まず、いや、あれですよ、シュージと、シュージとあれですよ。シュージと誰ですか。シュージとその仲いいやつですよ。シュージと。シュージと誰ですか。え？仲いいやつじゃなくて誰ですか。シュージと。え、なんだっけ。あ、でも曲タイトル出てきたでも。うん、はい、青春アミーゴ。正解です。だけどシュージと誰ですか。シュージだけです。シュージと誰かですよ。シュージと誰かですよね。でもこれもう正解でいいです。もうほぼ正解。まあ、シュージと、まあ、その一連の愉快な仲間たちですから。シュージとアキラです。そうだった。絶対出えへんわアキラ。あれ1-1でしたっけこれで。これで1-1ですね。はいはい、あ、でもライオンハートは。あ、そうか。あ、そう、ライオンハートは2-1か。じゃあモーモーさん2で。はい。ではですね。これもう分かるでしょ、この後多分きっと。そうかもしれないですね。ちょっとお待ちください。5位ですかね。いいな、うわ、これめっちゃ英語だらけ、英語だらけ、これはそんな曲を入ったんだ、え、ビーズで全部英語の歌はありましたけどね、これ、あ、大丈夫です、いきます、大丈夫ですか、だってつまずきながらって、え、口で言うほど楽じゃないはずでしょう、待って、もう少し分かってくれたらきっともっといい雨が降るから、勝手そう呼ばれちゃって時々孤独感じても大丈夫、 あ、なんだっけ、二人で出した答えに乗り込んで曇り空を追い抜くから、いやもう結構全然出ない、結構ね、俺はね2回ぐらい会ったことある、え、そいつ、その人に、その人に、え、その人っていうか、一応あのこの歌自体に街中歩いてて、うん、2回ぐらいこの曲が流れてるのを聞いたことがある、街歩いてて、街歩いてて、ああ、うん、みたいな、今勝手って、そうですね、あの、あ、自分勝手の、自分勝手の勝手、はい、その辺の下りが完全に聞いたことある、渋谷センター街で今流れとるからね、うん、だからあそこに流れるってことは流行った曲、ね、流行ってる、だって5位ですもん、確か、うわ、でも全然出てこない、全然出ないですね、じゃあ続きますね、はい、回らないタイヤが目の前に並んでるけど、アクセル
アクセル踏まずにいるのは誰だろうね。矛盾や。あ、ね。どうぞ。わかった。これも宇多田ヒカルですよ。はい。これタイトルなんだっけ？これタイトルちょっとややこしいですね。あ、なんだこれ。タイムリミット、タイムリミットのカップリングなんだ。とりあえずタイトルは違いますね。なんでタイムリミットのカップリングが5位に入るんですか？ちょっと違う。この曲がメインで、タイムリミットっていう曲はカップリングで入ってたのよ。はいはいはい。で、俺がそれで覚えてんの。え、トラベリング？違うね。違うんだよ。そのもう1個前ぐらいのやつなの。Oh baby, can't you see? Talking you like this. Can't you see? とかじゃないですか？いや、わかんない。でも、キャンね、はっきりわかんない。レレレシーですよね。そう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 。レレ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 レね、なんまあ、いいでしょう。これですね、曲名は本名なんですか？ウェイトアンドシー。ウェイトアンドシー。ウェイトアンドシーか。リスクって書いてある。リスクね。あ、まあまあまあ、なるほど、ね。まあ、ほぼでも概要掴んでましたからね、今。まあまあ、じゃあ吉田さん3番いきましょう。ずるいな、取り方が。補足ポイントの取り方が。概要は次は第4位です、はい。4位ですよ。ちょっと貸し出します。やっぱ出へんな。いきます、うん。すれ違う時の中で、あなたと巡り会えた。不思議ね、願った奇跡か、こんなにもそばにあるなんて。会いたい思いのまま、会えない時間だけが過ぎてく扉、すり抜けて。全然出てこないな。また思い出して、はいはい、あの人と笑い合うあなたを、うん、愛しき人よ、悲しませないで。いや、そうなんですよ。そうなの、愛しき人悲しませない。いやいや、それは別に一般論としてのことでしょ。愛しき人は悲しませちゃいけない。それは悲しませないのよ。泣き疲れて、うん、眠る夜もあるから。あるのよね。過去を見つめない、過去を見ないで、見つめて私だけ。全然わかんねえ。いや、出てるな俺も。あ、俺これ多分わかんないわ。俺出てんのよ、もう。 You are everything。 You are everything。 あー、そういうことか。なんですよ、ミーシャでしょ。なるほどね、エブリシングね。あ、そうか、タイトル言ってしまいましたね。そう、今そうですもん。そうです、そうです。これは脳幹でしょ。これすいません、脳幹でいきましょう。エブリシングだ。いやー、いや、出ないな、出ないな。多分ベスト3はすぐ出てくるんじゃないんでしょうか。はいはい。ですね、第3位いきます。はい、うん、頭からいきますね。君をずっと幸せに。はい、どうぞ。早っ。福山雅治、桜坂。正解、はい。あー、そうか。はい、はいはいはい。まっ、はい、てか、吉田さん、ね、未来日記ですよ。未来日記 ね、僕ね、この頃ね、昔のコンビでね、太田プロのネタ見せ通ってたんですよ。あ、そうなんですね。で、荻野さんが見てて、未来日記が今流行ってるから、なんかあれをネタに取り入れようみたいな。未来日記のネタしないよっつって。そう、言いそう、荻野さん言いそう。流行ってるものを芸人さんは、あ、それ分かんないから。未来日記、いや、それ分かんないから。いや、こんなにやってないでしょ。怒られるぞ。めっちゃあこさん未来日記。あの、音源だけなので。はい、すみませんね。あったわ。なるほど。じゃあ第3位なんですけども、はい、これ頭から読むときついので、きついと、途中から読む。当たってしまうと。当たってしまう。なるほど。いきます、はい。困ったように笑いながら、
ずっと迷ってる人がいる。ちょっと特定のワードが入るので飛ばします、ね、もう全然分かってるよ俺今。俺も分かってますよ、全然分かってますよ。なんだっけ、あれなんで出てこないんだろう。綺麗だから仕方ないね。やっと店から。あ、分かった。どうぞ。世界に一つだけの花。正解。あそうだこれ。いや意外と本当分かんねえな。いや分かんない。ねえ、花を困ったようにだよ。バラだよ。迷ってる人ですね。なんでこれで分かんなかったんだろうな。いやこれね、途中からやられたり間抜かれたりするとやっぱ難しいですね。多分聞いてる人はえーって思う人もいるのかもしれないけど、分かんないよ。でも難しいですよ。難しいと思いますよ。これはいいです。いいゲーム、これはいいゲーム、マジで。では、はい、第1位ですけど。そうか、世界に一つだけの花って2位なんですね。2位なんです。それより売れてるやつがあるんだ。でも1位やったら大体予想で分かりません？分かる。じゃあちょっと1つずつ予想もらいましょうか。って言われるとまた話が変わる。だって世界に一つだけの花を上回る、上回る曲ですから、ね、大ヒット曲でしょ。2000年代でしょ。はい、世界に一つだけの花めちゃくちゃ売れてますからね。そうです、めちゃくちゃ売れてますね。それを上回るリリース枚数ってことでしょう。はい、予想私からいきます。はい、ファーストアルバム。吉田さんは。でもやっぱりね、そっか、宇多田ヒカル、いや、あゆが全盛期でもあるんで、これでも下手したら90年代と勘違いするかもしれないです。おー、ギリギリ2000年出てるんですよこれ。そういうことか。はざまというか。そういうことか。ではじゃあ歌詞をですね、はい、これもちょっと途中ちょっと変なとこから選びますね。はい、泣き出しそうな空眺めて波に漂うカモメ。あ、分かった。どうぞ。サザンの津波。正解。なあ、泣き出しそうなだ、空眺めてだ。ああ、これ2000年の1月26日だそうです。ああ、なるほど。さあ今一応ポイントがですね、はい、吉田さん5に、トブさん2。なるほど、結構俺は取ってますね。そうですね、もう少しは出しましょうか。なんか、ね、もっと例えばさ、はい、2008年9年とかその辺の曲って分かんのかな俺ら。いや、行きましょう。じゃあ2008年、2008年って俺何歳だ、ね、俺30歳、だからノブ29歳。ああ、小袋とかですよ。ああ、はいはいはい。ああ、分かんのか。ちょっと試してみようか、はい、ちょっと試し問題みたいな。29でしょ。29、30。じゃあ2008年でいきますか。2008年ちょっとなんかじゃあ2008年のじゃあ2位いきますかね。お、なんだろう。と、いきます。はい、伝えたくて伝わらなくて時には素直になれずに。あ、なんかちょっとでも泣いた季節を超えた僕らは今とても輝いてるよ。それぞれ描く幸せの形は重なり今大きな愛になる。わかる。いや、出てる。あ、出てる。あ、出てる人だ。伝えたくて。ずっと二人で生きていこう。もうこっからちょっと分かりやすくなります。はい、100年先も愛を誓うよ。はい、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 はい。どうぞ、トムさん。多分なんかああいう人だと思う。ああいう人だと思う。嵐。はい。ワンラブ。正解。あー、ワンラブ。あ、出た。あ、出た。すごっ。出た。気持ち悪かった。すごいな、あの部。気持ち悪かった。二人で協力するゲームみたいになってる。あ、ワンラブか。流行ったよね。出た。そう。そう、嵐ね。2008年 ね、 ですね。あー、出た。2009年に年代を上げます。はい、お願いします。
どうしようかな。これ不思議なもんで体動かすと出ますよ。いやでもなんか関係あるのかもしれないね。ねえなんかね。こういうノートの前で動かすの、ね。記憶のあれとか。これ見せたいですもんね。うろうろしてますもんね。じゃあちょっとお待ちくださいね。ワンラブでもよく出たな。そう、そこは分かるよ。そうそう。ではいきます。はい、2009年のヒット曲です。はい。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、あ、ノブが分かったっぽいの、僕知る。愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。分かってるのかと思ったら、あの歌詞を繰り返してるだけだった。木村さんが言ったことを繰り返してるアピールだけだった。え、なんかもう古いですけどイメージ若い曲ですね、これやっぱり。おお、僕でもなんかそんな感じします。ちょもう一回最初からもらっていいですか。わかりました、はい。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。あ、全然わかんない俺これ。ピントも来てない。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、いともたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、ああ秋の枯葉に身を包み。これあれだ。どうぞ。ケツメイシ。違います。えあれ、ケツメイシじゃなかったよ。あ、やばい。え、ごめんなさい。はい、また僕はあの違う同じタイトルで全然別の人のやつ見ました、ね。ちなみに今のですね、ごめんなさい、はい、泉谷しげるの春夏秋冬です。ごめんなさい。尖ってんな、尖ってんな。いやいや、そうなんですよ。どっかでどっかで聞き覚えてると思ったんですよ。年代はそのあるしね。いや、すいません、あのですね、今のですね、はい、僕あのヒルクライムの春夏秋冬を、あ、そう、ヒルクライムでしょ、あのやろうとしたんですけど、はい、ちょっとごめんなさい、よく見たらこれ泉谷さんって書いてました。泉谷さんのごめんなさい、めちゃくちゃかっこいいですよ、春夏秋冬。やらかした、申し訳ない。ちょっとまたやってしまった、読みすぎちゃいましたね。2009年行きます。ごめんなさい、2009年やり直しますね。ちょっと2人ともフラフラしないでくださいよ。なんか僕の声だけこう通る感じ。ああ、いや、フラフラしてるから浮かぶんですから、ちゃんとね。ですね、ヒット曲と2009年とかってもうだって、そうね、30超えてるから、何かを自分で積極的に追うっていうことはなかったですからね。決まったアーティストの CD だけ買う。 CD 買ってました。これ買ってた。まあその牧野紀之先生が大好きだから、そこだけは抑えてたけど、他はね、他はそうね、抑えてはなかった。ですね、あ、分かった、俺そろそろね、あれが入ってくるわ。え、シャムシェード3分の1も引っかかってねえわお前。それはうまいですね。エグザイルとかが入ってくるんですよ。おお、はい、ちょっと待ってね、はい、ではいきますね。お願いします。少々お待ちください、すいません、はい、いきます、はい。途中からいきます。途中から、いや、頭からいきます。頭から。ラララ、何一つ決めずに、ラララ、セキララにダイブ。大黒摩季でしょ、違うの。ラララです。明日は何あって、どこで何食べる、どれだけ先まで手紙に書いてるの。売れましたこの曲。ですね、これ売れてると思います。売れます。ちょっとごめんなさいね、いや
いや、いいか、続きますね、ラララ何一つ決めずに、ラララ、セキララにダイブ、セキララにダイブ、あ、これもじゃあピンとこなかったらダメですね、これ、これビーズなんです、一応。あ、ピンとけへんかった。ビーズの何ですかこれは。ビーズのダイブって曲です。あ、いや、来ない、もう申し訳ないです、ビーズさん、ダイブちょっと分かんなかったです、そう、これ申し訳ない、いや、ミスター一部と全部言うべきだったな、一部と全部やったらちょっとピンときたかも、そうですね、一部と全部はもう一部も分かんないよ俺は。全然うまくないですけど、それに関しては全部滑った3分の1はうまかったの、難しいなぁ。じゃあちょ最後の曲いきます、いきましょう、答えたい、絶対当てたい、次は何年かちょっとあれですけど、全然いいでしょ、そうですね、いきます、いや途中からいきますね、どうせ自分を騙せないディープダウン、ディープダウンって言っちゃったよだから自分で変えていくしかない、キープアップ、キープアップ、キープアップって言っちゃった、沈まない太陽、欠けない月のようなデザイア、守りたい、救いたい、メサイアのようにこれ全然わかんない、メサイアのように、メサイアのようにって言われたらな、普通わかりそうだけど、じゃあこれはもうタイトル入っちゃってるんですけど、はい、歌手名当てていただければ、はい、頭からいきます、はい、いつでも君のために I wish、 あーでもこれあれでしょ、なんすか、流行ってるやつでしょうね、流行ってたやつですよね、これ発売日2010年ですね、あーやばい、全然わかんない、2010とかあったらもう俺、幸せを願うことこそが愛、え、こんなストレートにラブを歌ってる曲ですね、で途中でメサイア、メサイアって言うんだ、夢を見れば恋をすれば誰にでも悩める日が来るから、 I wish I wishI wish, 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 I wish for you, I wish です、 I wish 曲名、曲なんかもうアーティストじゃないですかアーティストは、アーティストは、はい、アーティスト、 I wish, I wish、 アーティストはいっぱいいるよね、はい、その中から、その人、はい、その中から、川島なんとかさ川島さんエグザイル、あ、エグザイル、エグザイルの I wish for you って曲です、ね、あー、これはもうね、もうダメですね、うん、この辺からは、あ、もうもう G で, ですよ、もう俺アイノリかなんかの歌かなと思ってたもん、あった、なんかで、アイウィッシュ、アイウィッシュみたいなこと歌ってる、アイノリ歌ったよね、言ってた言ってた、アイウィッシュって言ってた、うん、いやダメだわ、ててててそう、それそれじゃないんだよねでもね、てて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 て、あれじゃあそっか、それはもっと前なのか、ちょっとすいません、ちょっと出題問題難しかったですかね、いやでもこれ面白かったですね、いやいやでもね、これぜひね、何年とかで縛ってですね、ね、そうですよ、ご家族でもできますからね、楽しめるかもしれない、面白かったな、一応結果が、はい、モーモーさん5点、おノブさん3点よ、モーモーさん勝利と、やったー、ありがとうございます、じゃあ締めてください、はい、以上、人生相談室でしたいやいや違いましたね、違いました、ラジオじゃなかったんですね、ラジオじゃないです、はい、以上七浦でした、ありがとうございました、はい